はいどうもガチョウの雑談です今日はちょっとガチョウくんいません、えー、けどもあの最近ねあのあ本当雑談よだから、えー、僕の使ってる iMac の調子がね良くないんですよなんかやたら熱くなるしねあと突然落ちるんですよ今ちょっと作業をしている ワードの文章があってこの間もね突然落ちてデータ聞いちゃってね後半書いてた作業してた分があの一 <laughs> 瞬頭真っ白になったんですけどそろそろちょっと iMac でもまだ5年目なんですよ2012年に買ってるんでまだ5年目のマシンなんだけどななんかね調子良くないんですようん。 でえっ、ー、と今の私の持ってるイマックっていうのがえ Core、ー、iCVCPU がね Core i7 の二千七百万台だったかなでメモリーがね増設もしたんで十六ギガバイトでハードディスクでそのストレージがねハードディスクでえっ、ー、と一 1TB っていうそういう構成なんだよねでえっ、ー、と一応 GPU グラフィックボードもえっ、ー、と なんだっ,っ AMDRadeon の HD な,なんとか何番台だったかな、まあ、ちょっと今パッと思い出せないですけどそれを乗っけていてえー、っとグラフィックのラムが 512MB っていう当時2012年にそれを買った当時はと大奮発ですよ私も <laughs> えっとねもろもろ込みで15万ぐらいしたのかなすごい。 その時は清水の舞台に飛び降りるような気持ちでこう貯金はたいて買ったんですけどねパソコンってのは本んなんかこうフルカスタマイズをして買ってもなかなかその寿命というのは思うようにいかないもんですねそこが困ったもんだなと思いますけどで今一つこう考えて一つじゃないな今考えてるのが二、えっと、パターンあって。 一つはね私の持っている iMac の遅さのまあやっぱり多分最大の原因はハードディスクだってことなんですよストレージがハードディスクであるとこれがねやっぱりあのいかんね、うん、いかんから iMac を開けてで SSD に乾燥するとで512メガバイトぐらいの SSD にいい内蔵のストレージを乾燥して えー、残りのデータを、まあ、外付けハードディスクとして、まあ、出してで、まあ、内蔵が早ければ外付けのハードディスクにデータを置いていても、まあ、動作自体は今より遅くなるということはないだろうというのが一つですね。ただちょっとここにはいろんなネックがあってやっぱりまずあの SSD 換装って結構な手間なんですよ。それからパソコンと違っって Mac って こう自分でこうプライベートにねカスタマイズするということをあ,のあんまり想定していない作りなのであの結構技術的にもねあと大変だし保証も効かなくなっちゃうし、まあ、保証はもう5年目なんでどっちにしても大した保証は今後期待できないんですけどっていうやっぱりでも,でもやっぱりねなんだかねそうは言ってもこう今後何か不調があってもアップルに相談ができなくなっちゃうっていうことの不安はないわけじゃない。 やっぱりその辺のこう想定されていない作業を自分で行わなきゃいけないというネックねそれからやっぱりもう一つはちょっとやっぱり2012年なので若干こうポート類が古いんですよ USB は2.0のタイプ A だし唯一まあ早いのが FIREWIRE の800なんですよファイアワイヤー800がね 昔は早かったんですよ 800Mbps ですからところが今あれですもんねえっ、ー、と USB3.0 は 5Gbps サンダーボルトに至ってはなんだっけ20とか、まあ、場合によっては60ぐらいいくのかなあれなんかとんでもなくバカみたいに速いでしょだからあの決してファイ r ーワイヤーは速い弾のポートではないのでこう外付けのハードデータを外付けに置いたとしても やっぱりこうそこのデータやり取りのこうケーブルのね速度のネックっていうのがこう上限が結構シビアにある,あると動作にこう支障があるのかなっていう気がちょっとしちゃうそこの懸念がないわけではないともちろん私今の動画の編集データとかは全部ファイアワイヤー接続の外付けハードディスクに置いてるので。 うんそれでまあ問題ないといえばないんですけどやっぱり iMovie とかの書き出しがやっぱりそれなりの時間がかかるのはまあファイ f i r e w 接続であることのこう上限というかね壁がそこにこうクっと引っかかってるっていうのもあるのかなっていう気がしてるんでまあだからそのはシリアルはじゃない SSD にね内蔵のストレージを乾燥したからといってどの程度。 えー、実際のこう作業スピードが速くなるのかわからない劇的になるかっていうとならないかもしれないっていうこの2つ、えー、保証が効かないそれからあ保証が効かないそれからまあ、えー、速度の大幅な向上に若干疑問が残るとそうするとお1つ目が、えー、と SSD 感想でもう1個が 買い替え <laughs> 15万したものをね5年使って買い替えっていうのもちょっとやっぱり心苦しいんだけど、えー、まあ買い替えも少し検討の選択肢には入れておこうかなというふうに思ってますねでその場合じゃあ何買うか今 iMac なんですよだから僕も最初 iMac を探してたんですけどちょっと待てよとあの MacBookPro を買って えー、で外付けのモニターをにそれをまあ出すいわゆるあのクラムシェルモードっていうふうに言いますけど、まあ、あの MacBook を外ではノートパソコンとしてで自宅ではデスクトップ PC の、えーまあ、筐体部分みたいなね扱いにして使うっていうそういうまあ2つの、えー、使い道ができるっていう使い方があるんですけど。 それを試してみようかなってまあ,あの私が見てるあのギュイーン徳川さんっていうね YouTuber の方のやってる動画でも最近、まあ、LG の 4K ディスプレイをね買ってみたっていうようなことを紹介されてましたし今ねその MacBookPro がかつてはこうやっぱり iMac とか MacPro と比べるとまああの。 所詮ノートだからノートとしてのこう限界がどこかにあるみたいなこうちょっと気が僕の中でねあって MacBookPro はすごいマシンなんだけどやっぱり iMac とかと比べちゃうとこう画面ちっちゃいし作業環境として、えー、やっぱりどこか不完全なところがあるっていうイメージだったのがやっぱ最近こうスペックが富に上がってきて。 でそういうクラムシェルモードで 4K ディスプレイとか 5K ディスプレイに出力するって考えたらこれはもう iMac や MacPro なんかよりもはるかに何て言うのかなそのカスタマイズそのカスタマイズじゃないや、えー、っとそういう機動性モビリティもこう追加されてるっていう意味ではこれすごいマシンなんじゃないかなってことを再確認し始めていて。 でそうするとこうじゃあ MacBookPro をフルカスタマイズまではいかなくてもまあそこそこのカスタマイズをしてまあ主にあのー、CPU はね i5 でもいいかなと思ってるし RAM がちょっとあれだからまああのー、少し盛るあと内蔵ストレージを少し選ぶかなっていうまあその辺ですけどまあといかその辺ぐらいしか実際その。 いいじるところないわけけですけどその辺をちょっとこうカスタマイズをしたモデルとディスプレイのセットを購入する。でキーボードは今あの私が iMac で使ってる Apple の USB 接続の,あのキーボードがあるんであれやっぱり私気に入ってるんでそれをまあディスプレイモニターに USB で接続しちゃえばこれ完成するんじゃないかなとそういう環境が。 思ったりだけどこうマックってねアップルってねこう久々にアップルストアのサイトとかで値段チェックしてると値上がりしてるんですよね。<laughs> あのかつてだったらフルカスタマイズの iMac が15万だったわけですよ。ところが今言ったような MacBookPro を中心としたモデルを構成するとえっ、ー、とね20万くらいになっちゃうんだよね。2 2 3万結局なんか最後もろもろ込みにしたら 言ってたか,ななんかうんオフィスとかもねちょっと買い替えなきゃいけないなライセンスの問題あるしって思ったらそういうのも追加してたりしてね20万か <laughs> 結構な買い物ですよ今 iMac が動いている時に20万の出費はねどうしたもんかなっていうね 悩んでるんででるすよ、うん、あこの絶談だから全然そ,のそこのあれですよ出口というか結論は出てこない雑談ですよ本ん、うん、どうしようかなって今悩んでるっていうそういうお話ですまあね皆さんなんかこういいアドバイスあったらコメント欄で教えていただけると参考にするんですけどね本当ねパソコンは今現代の文房具ですよ それなりのものを買って作業環境としてじというかそれなりのってのはそのは決してお金かけていいものをっていうよりも自分に合ったものを、えー、きちんと使える状態で維持するっていう意味ですよ。それがねまあ僕が何の因果か Mac っていうものに興味を示し Mac というものをに手をつけてしまったことの、まあ、呪われた因果ですなこれは。<laughs> Windows だったらあのー Windows 環境を普段使われている方だったらね安いものからこう値段のこうバリエーションがあるじゃないですかマックはそれがないんだな高すぎるねうんまあその代わりある程度のおスペックが保証されてるっていうのはありますけどはてさてどうしたものか困ったもんですねガチョウでした